名古屋城天守閣木造復元イメージバーチャル体験へようこそこれから天守閣の中へ皆さんをお連れします古天守地下1階です江戸時代ここは御金倉と呼ばれていました 古典首一階、南側の回廊です。床から天井の張りまで、およそ4.5メートルあります。窓の外には、本丸御殿の屋根が見えます。古典首二階、西側の回廊です。窓の外には、大天主が見えます。 ここは横転手への入り口です。後ろに古転手が見えます。横転手の中に入りました。地下1階、北東側の階段です。黄金の井戸と呼ばれた井戸があります。 大天守1階流しです。地下1階の井戸に通じていて、ここから水を汲むこともできました。大天守1階南側の回廊です。回廊の幅はおよそ4.3メートル、天井の高さはおよそ4メートルです。 大天守2階西側の回廊です。この階には8箇所の石落としがあります。大天守3階広間の北側です。階段の上部には上の階から敵を攻撃することができる矢様が見えます。 大天守三階東側の階廊です。この階には羽符が六箇所あります。大天守三階南東の羽符の室内です。 大天守四階、東側の回廊です。矢様の下には、三階の階段が見えます。大天守四階、東の千鳥ハーフの室内です。外から見ると、三角形の屋根がせり出しているのが見られます。 大天守の最上階、北西の三の間です。天井は格子状の号天井の中に、さらに細かい格子を組んだ、小組号天井です。大天守五階、西側の階廊です。 江戸時代の天守閣を楽しんでいただけましたか。以上でバーチャル体験を終わります。ありがとうございました。